じゃあ行ってくるよ。はい、行ってらっしゃい。夫は出張のため一週間家にいない。寂しいという感情はだいぶ前にどこかで落としてきてしまい、今では家にいない方が嬉しい気持ちもあったりする。まあそれでもお互いつかず離れずといった夫婦だ。それでもやはり夫婦というのは不思議なもので、互いの異変に気づくこともある。例えば私が息子のことで悩んだりしていると、何かあったのか聞いてきたことがあった。そういう時は夫に事情を話すと息子に話してくれたりして、父親らしい背中を見せてくれる。逆に夫が何か悩んでいると聞くことだってある。普段はべったりはしていないが、互いの変化には気づけるくらいの仲にはなっていると思う。そして最近またそのセンサーが働いている。それは夫に対してだ。異変に気づいたのは1週間前。出張から帰ってきた夫はいつもだいたい疲れ切った顔をしているのだが、先日の出張帰りは異様なまでにテンションが高かった。おかしいなと感じ、夫に、なんか気分良さそうだけど何かいいことでもあったの？ん？そうかな。夫はとぼけたようだったが、明らかに声が弾んでいる印象だった。もしや浮気？この言葉が私の脳裏をよぎった。疑い始めたら全ての行動を怪しんでしまうものだ。夫が夜スマホをニヤニヤしながら見ていると、何を見ているかなどと気になってしまう。あれだけ干渉しないことが私たち夫婦の特徴だったのに、こうも簡単に崩れ去るとは。それからというもの、なかなかそれらしき証拠は出てくることはなかった。単なる私の思い過ごしだったかとだんだん思い始め、詮索は次第に消極的に。しかしある日、私は家の掃除をしていた。散らかっている夫の部屋も掃除していたのだが、夫の私物が邪魔だったのでどかすと一枚の紙が落ちる。なんだこれ。拾い上げ見ると、それは出張先で買い物したレシート。だがその内容は目を背けたくなるような現実だった。こんなもの、男女間でしか使わないようなもの。そんなもの、当然私は見ていない。つまり他の女に使用したことは明らかだった。さらにそれをきっかけに証拠が出るわ出るわ。ほとんどがレシートだったが、夫を問い詰めるには十分な証拠だった。だがあいにくにも夫は今日出張でいない。すぐにでも夫を絞ってやりたかったが、まあいい。帰ってきたらじっくりと聞くことにしよう。昔から夫は嘘が下手だ。そして事前の連絡をしようと思い、夫に、帰ってきたら話があります。身に覚えがあるよね。言い分があるなら私の前でどうぞ。それだけ伝えた。数分後すぐに返事が来る。何のことだ。くだらないことなら聞く気はないぞ。文章からも拙さが伝わってくるようだった。これは相当動揺している。夫が帰ってくるのは3日後。もしかしたら仕事で出張と言っているが、大方女と楽しむつもりで私には出張日数を多く伝えたのだろう。だが私の頭の中には疑問がどんどん浮かんできた。一体いつから不倫していたのか。干渉しなさすぎた私も悪かったが、異変に気づいたのは最近であって、もしかしたら以前から関係は続いていたのだろうか。そんなことをふと考えていると電話が鳴る。焦った夫が電話してきたのかとスマホを見ると、知らない番号だった。誰だ？もしもし？どうも、旦那さんの愛人です。なんと電話相手は夫の不倫相手だった。まさかこんな展開になるとは予想していなかったので驚きだ。はあ、そうですか。で、何の用ですか？単刀直入に言わせてもらいますけど、旦那さんとはそういう関係です。慰謝料でも何でも払いますから別れてもらえませんか？私の予想していた女と違い、かなり強気な女だった。だから私もイライラして、そう、別にいいわよ。だけどあなた後悔しないようにね。は？どういう意味ですか？その人と一緒にいればわかるわよ。ちなみに夫とは何年この関係を？
ちょうど今日で2年になりました。なんか妻とはお互い干渉しないようにしてるから絶対にバレないって言われて関係を迫られたんです。どう？羨ましいですか？ああ、なるほど。別に羨ましくはないですね。何年も同じ顔見てるんで。バカ旦那が。なら離婚でいいですね。じゃあそのうち彼は家を出ていくと思いますのでよろしく。あ、ちょっと待って。そこに夫いる？いますけど。あ、変わりますね。ああ、そう、ありがとう。もしもし？もしもし？あんた今さら怒鳴り散らすつもりないけど、本当にいいんだね。私と息子と別れて、そのバカ女と一緒になるってことでいいんだね。ああ、俺はもう彼女を愛してる。ああ、そう、じゃあいいわね。お元気でさようなら。そう言って電話を切る。電話を切って、しばらく夫のバカさ加減に私は呆れていた。これからの私の人生、夫のことで足踏みしているわけにはいかない。次に進まなければ、という思いが芽生え始めてきた。夫との別れの準備をしていた2日後、私のスマホに電話がかかってきて。もしもし？あ、私桜病院の者です。旦那さんが事故を起こして、今病院で治療を受けています。至急病院までお越しください。はい、すぐ行きます。もう関係ないとは思ったが、私の両親が働き、ひとまず病院に向かうことに。だがその途中に、女には連絡が行ったのかと思い、一応連絡した。浮気相手なんて、絶対に連絡したくはなかったのだが、こんな状況だ、仕方ない。しかし、電話したが不在のようだ。そして病院に到着。病室を案内され、見に行くと、寝たきりの夫が。一瞬その姿に驚いたが、目を覚ましている夫を見て、少し安心した。事故だって？ああ、脇見運転してしまって。そう、バカね。で、隣にいるこの女がそう？そうだ。あ、そう。そこへ医者が入ってくる。奥様、不幸中の幸いで、命に別状はなかったです。ただ、日常生活にはやや支障をきたすかもしれません。そうですか。そう言って医者は病室を後にする。なあ、すまなかった。こうなってから気づいたよ。やっぱり悪いことしてるとダメなんだって。今さら君はズーズーしいと思うかもしれないけど、やっぱり俺には君が必要だ。すると女が目を覚まし、何言ってんのよ。あなた私を愛してるって言ってくれたじゃない。それはその場の空気っていうか。はあ？何それ。しびれを切らした私は、ああ、ちょっといい？まずあんた。俺？そう、あんたさ、何か勘違いしてない？勘違い？なんでやり直そうと思ってるわけ？怪我したから天罰が下ったって思ってるみたいだけど、天罰はこれから下すんだけど。どういう意味だ？はい、これ着替えと離婚届。お前、今渡すのか？当たり前でしょ。私確認したでしょ。本当にそこのバカ女でいいのかって。そうしたら、あんたいいって言ったよね。だったらもう他人でしょうが。他人のあんたがどんな目に遭おうが知ったこっちゃないわよ。ひどい。ちょっと、あんたらにひどいなんて言われたくないんですけど、まあいいわ。それからバカ女、この人といて後悔することになるって言ったわよね。そんなこと言ったかな。ああ、やっぱバカね。言った通り後悔してんじゃない。この人はね、簡単に人を捨てる。だったら、あんたを捨てるのも時間の問題って意味だったのよ。まさかこんなに早く捨てられるとは予想外だったけどね。くっ。じゃあ私は帰るわ。二人とも退院したら慰謝料を待ってるわよ。二人？そうよ。浮気した旦那とその愛人。いやー、本当にお似合いね。バカップルって感じで。そう言って私は病院を後にした。その後、夫の実家から私に連絡があり、事の顛末を聞いた。夫は義両親に雷を何発も落とされ、不倫相手の女もその両親にビンタの応酬だったらしい。病室が一気に修羅場となった二人は強制的に引き剥がされたとのことだ。義両親からは深い深い謝罪を受けたが、夫もいい大人なのに
両親に謝罪させるなんてみっともない男だ。慰謝料ももらったので、久しぶりに息子とご飯にでも行こうかな。その後のことはもう考えてある。慰謝料はその資金にさせてもらうつもりだ。人生楽しいのはまだまだこれから。